こんにちは、四国メタンです。こんにちは。安全運転済んだもんなのだ。本日のニュースはこちら。7つバイクとバスがブンブブン。29日朝、中央区7つの交差点にてに私鉄バスとバイクが衝突しました。通りを右折しようとしたバスと直進してきたバイクが接触、バイクの運転手は亡くなりました。バス側は始発前の移動で乗客を乗せておらず、運転手には怪我はありませんでした。7つ通りは直進で見通しが良いからスピード出しがちなのだ。目撃者はバスのタイヤに挟まれていると通報したそうよ。あの隙間に人間が挟まって抜け出せないはヤバすぎるのだ。ドライブレコーダーや信号の状況を警察が調査中よ。以上、人気がなくてもスピードは出しすぎないニュースでした。続いてのニュースです。若松、大谷グローブ到着。夢の舞台へ駆け上がれ。29日、北九州組木由美小学校にて野球教室が行われました。大谷選手の野球グローブが小学校に贈呈されるタイミングに合わせ、地元プロ野球独立リーグの北九州下関フェニックスが小学生36人にキャッチボールを教えました。あれ、大谷グローブは市役所に展示してなかったのだ。それは大分県別府市役所よ。小学校に渡さず市役所に展示してるそうよ。大谷選手は子供たちに送ったのに炎上しないのだ。調子に乗って私が見るだけではもったいないとかポストしてたし、自分宛に大谷選手が送ってくれたと勘違いしたんじゃないかしら。いい大人とダメな大人を教えてくれる授業かな。大谷グローブは一校に3つも配っている成人、皆さんはどう思いますか？よければコメントください。定期。続いては新コーナー、ズンダのズンズンクイズ。この画像はどこ？答えは明日の動画で。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますですわ。